い、どうもこんにちは、すぐきです。今回はね、僕のお金の使い方の基準みたいなテーマでお話をしていこうかなと思います。現在海外にいます。1年前ぐらいに僕実はアベマ TV に取材されたことがあるんですよ。知ってる？知らなかったんじゃない？知らなかったですけど最近知りました。そう、ツイートで見てるよね、はい、年収1億円超えのお家に突撃みたいな、うん、マジで急に DM が来て、年収1億円超えの人を探してますみたいな。自称年収1億円超えのツイッターの人にどんどん DM してたんだけど、みんな嘘で、結果サコさんに回ってきたんだよね。やばくない？なんか確定申告書出せますかって言ったら、全員出せませんって言った。サコさん、あなたは出せますかって言ったら、出せますよって言ったら、マジっすかみたいなって、撮影3日前ぐらいに連絡が来て、あ、いいですよって言って、そのまま取材になったんだよ。でも僕、そんなお金持ちっぽい生活してないけど大丈夫かなとか思いながら、だってさ、この感じの人が来たらさ、お金なさそうじゃん。ってことで、今回はこのお金の使い方の基準値みたいなところのお話をしていこうかなと思います。当時は僕が「ホテルとか住むの興味ないんですか?」って言われた時に「あんま興味ないですね」みたいな、それより消費としては旅行とかの方が好きだしみたいな回答をしたんですよ。で、思い返してみたら、確かに僕全然消費とかしてないんですよね。実際今の高取くんっていう動画編集者の子と隣に住んでるんですけど、マジで僕の家狭いの。取材に来られた時にびっくりされたのが、渋谷駅徒歩5分ぐらいのところに住んでる。当時僕結婚してたんだけど、 2LDK22 万円ぐらい、別に普通のお家をここに住んでて、別れてからより狭いところに引っ越しまして、自分の物件なんだけど、家賃ゼロよね、自分の物件だから。大学生向けに自分が作った物件だから、マジで狭いの。多分狭いよね。サーネーの家より狭いんじゃない？私の家の部屋より狭い。実家の部屋より狭いもん、全然。っていう感じなのよ。だから、本当にこの人を失いんだな。でも、かと思えばさ、みんなでご飯行くときとかはさ、全然ケチらないじゃん。ケチらないし、見てないですね、値段。値段見てないでしょ？なんなら、家賃より高いんじゃない？昨日のご飯の方が。全然高いですよ。だよね。1ヶ月の家賃より全然高いよね。全然高い。多分見てないけど。本当に、今、ラスベガスにいるんですけど、それこそ日本食の料理屋さん行ったときは、うん、あれ2、3ヶ月分ですよ。マジ？多分2ヶ月分ぐらい。でもかと思えば、じゃあ食事にめっちゃ使うタイプなのかなって思いきや、一人でいる時はマジで食わんやん。確かに。逆にね、今日とか今日何も食べてない、なんかよくわかんないコーヒーみたいなやつとか、お茶ばっか飲んでた。何なのかな、この基準値は。多分気になる人多いと思うの。要はこのお金に関する基準値があったからここまで来てるわけじゃん。お金って呼吸みたいなもんで、キュッて息を吐いて吸う、お金も使って入ってくるって同じなんよ、うん、だからお金の使い方が上手くないとお金入ってこないし、息の吐き方上手くないと息吸えないよねっていう話だから、うん、一人一体なのよね。じゃあ僕がお金を使う時の基準値みたいなお話を今日はちょっとしてみようかなと思います。最初あんまり言語ができてなかったの。今バチッとできてるから後半までちゃんと見てほしいんだけど、うん、どういうことっていうと、もともとね、投資になるものばっかりにお金を使ってくださいって言ってた。投資ですか？うん、金の使い方って3種類に分類できるよ。これよく聞くと思う。そんな薄い話をしたわけじゃなくて、一旦よく言われてることから説明するね。金の使い方って3つに分けられるよ。浪費、消費、投資。浪費ってのが何も返ってこない、ただただ無駄遣いみたいな、うん、消費ってのが、まあ、仕方ない、生きていくために必要なもの。投資ってのが将来的にお金を増やしてくれる、対してお金を使っていきましょうねっていう考え方ね。お金持ちになりたかったら、この投資っていうところにお金を使っていかなきゃいけませんよ。シンプルな話をしてたんだけど、僕はそもそも普通に食っていく分にはお金は稼ぎ切ったわけなんですよ。例えば今持ってる現金を全部バコーンって資産運ぶち込んで、その配当収入とか利息収入だけで食っていけば一生食っていけるから、別にこれ以上増やすためにお金を使う必要はないわけよ。投資をする必要すらないの、これ以上増やすための意味わかる？投資にお金を使いも違うなとも思うじゃん。言うても旅行とか来てるし、投資ばっかりに振るんだったらこれに来てるのも違うはずじゃん。なると、じゃあ何なのかなって考えた時に結論が出ました。僕の中でのお金の使い方の軸はですね、お客さんだったりとか周りに還元することができるお金の使い方をしてるかどうかだっていうふうに気づいたわけ。例えば僕がお金を使う先ってパンパンパンと上げていくと、最近メモったのよ。直近でお金を使った先で言うと、勉強とか学びとかコンサルティング代、人と会う時のご飯代とか飲み代、スタッフの人と一緒に食べるご飯代、スタッフの勉強代とか、海外旅行とか新しいところに行く代、事業に関する投資、定期的に新しい体験をする代みたいな感じのお金の使い方をしてるんだけど、これら全てね、よくよく考えてみると、例えば勉強代、もしこれ以上お金を稼ぐことに興味がなかったら豪遊したいとかさ、豪邸住みたいとかないわけじゃん。じゃあなんで勉強するのっていうと、これって結局僕が勉強知識が増えると YouTube で喋るネタが増えるよね。さらにうちオンライン教育の会社やってるから、講座内で喋るネタが増えるよね。なるとお客さんだったりとかフォロワーさんに還元できる量が増えるから、それっていいことだよねっていうことに対してお金を使ってる。人と会う時のご飯代とか飲み代、だからさっきも言ったけど、別に自分一人でいる時は全然食べないのよ。
も他の人といるときはちゃんと美味しいとこ行くよね。それって要はいい場に行ったりとか美味しいご飯を食べながらの方が良い話を引き出すことができて、さらにそうなるとそこから得た話とかをまた YouTube とかで言うて周りの人だったりとかお客さんの還元になるよねっていう思考なわけじゃないですか。僕ね結構シェフの話とかバーテンダーの話とか聞くの好きなんよ。そういうので一人でシェフの話とか聞くんじゃなくてシェフの話を聞いてこの人がどう思うかっていうのを議論するのが結構好きなんよ。だから一人で行っても僕の器内での話でしか盛り上がらないんだけど、今まで他の人生を歩んできた人の知見入れてミックスするとすごい学びになったりするっていうことを結構やってたりする。他にもスタッフと一緒に食べるご飯だとか、まあ身近なスタッフご飯行くと彼ら喜ぶし、要はここに還元できる。かつ普通に僕の距離が近くなればサービスの質の向上になるよね。それこそさ、やっぱご飯食べながらだとズームミーティングでやるより細かいところを言えるじゃん。でさ、朝ご飯食べながらでそんなにうまめに7分も使ってんねみたいな話をしたけど、あれは別にズームだったら一体出てこない話題なんです、ね、ああいうことが言えるのってすごい生産性の向上に寄与できるよねっていう話だったりするのね。スタッフの勉強会とかも同じですと。海外とか行くのもそうで、僕例えば今もそうなんだけど、外で動画撮ってるじゃん。海外で新しい人と会ってそこを元にして動画撮ってる内容って結構あるの気づくでしょ。フラッと行った場所でダメで稼ぐマジシャンの動画を撮ったりしてるわけじゃん、はい、だから海外でしか触れ合えない、要は強制的に新しい価値観が入るような状態を作ったりとかして、そこから調べた内容とかを自分の経験とかと組み合わせて伝えるってことをやってるの、うん、これ発信者にとって必須だよなって思ってた。事業に投資する投資とか新しい経験する代とかはもちろん発信の幅を広げるのも必須だよっていう話だから、結構いろんな体験してるから、ね、いろんな角度からの話しない、リアルで喋ってる、うん、いや本当にいろんな角度、いろんな角度といろんな事例といろんな体験談をもとに、なんだこいつって思わない、うん、ここまで知ってんなみたいな。だから動画中に出てるさこさんって多分ほんの一部というか、そうですね、広げるために最近こうやって経験をやめましたからね。そう人のためにお金を使うっていうとはぁみたいな好感度アップとか思うけど、でもよくよくあれですと見るとちゃんと還元できるところにしかお金を使ってないよ。結果的にお金が入ってくるよっていう話、結局これも生物学的な話になっちゃうんだけど、人間の生命的な使命って人間という種族を繁栄させたいってところがあるわけじゃん。自分のことだけを考えて自分だけ生きたいって思ってる個体と周りも幸せになってほしいって思ってる個体、どっちが繁栄したら人間ってもっと繁栄すると思う？どっちなの？周りももっと幸せになってほしいって思ってる個体が増えれば人類ってもっと繁栄する、うん、ってことは人類っていう枠組みで見た時にこっちを生き残らしたいはずなんね。こっちが幸福と感じて長生きするようにプログラムされてるはずなんよ。だからもちろん最初は個人が生きることをしないと枝やしになっちゃうから、人類がまずは生きることが最優先なんだけど、それをクリアした個体は周りのことを考えないと幸福にならないプログラムされてるはずなの我らは。だから僕はいいの、ちょっと稼いだから。じゃあその後のお金の使い方ってどうなるのっていうと、必然的にお客さんだったりとかフォロワーに還元できるようなお金の使い方になるよねっていう風に言語化ができたっていう感じだね。だから正直ブランドもほぼないよ、ロゴのちっちゃいみたいな。これはね長く使うからあれだけど、でも確かにさこさんの数ヶ月見てきてブランドもの出てきたのマジでそのバッグぐらいだな。そうありましたっけ。ほんとに財布でもね、これ使いなって言われた。あ、ほぼセットのやつですよね。そう一緒それとぐらいじゃない。ブランド有名な研究でブランドのロゴがでかくなればそぼさって比例するらしい。ロゴの大きさ多さじゃなくてロゴの占有面積の大きさ、面白いよね。お金使ってった方がいいと思うんだよね。それはお金を稼ぐためっていうよりも、結局お金なんて残んないし、死んだ時不動産も残らないし株も残んないのよ。最後何が残るのっていうと生き様だったりとか理念だったりとか作ったもののみが残るわけですよ。人に伝わってった思いとかね。そう、歴史を変えるものを作っていきたいとか日本一を目指したい、日本一の記憶を作りたいって思ってるんだったら、結局一番人に投資するのがベストだと思うんだよね。お客さんだったりとか周りの人だったりとか還元できるお金の使い方をしていくっていうのがベストだと思う。そういう理念を持った仲間を作っていくための投資っていうのはめちゃめちゃいいんじゃないかなって思ってるし、そういうためにこうやって無料で YouTube を発信してる場である。人一人変えるのってすごい難しいことなのよ。例えば YouTube を通じて誰かの人生変えるとか、教育事業を通じて人一人変えるとか、でもそれには1億2億稼ぐ以上の価値があると思うし、その理念なくして100億200億の売り上げの会社を作っても意味がないと思ってるね。だからこのお金の使い方に関してはブレずにやっていこうかなと思いますっていう感じ。楽してお金だけ増やそうと思ったらできるんだけど、それをした経営者は全員虚しくなってます。なんか3億転がしたら5億になった、どうするこのお金、うわー騙された、2億になって、次0になった、そしたら全員離れてったみたいな、そんなん面白くないじゃないですか。僕は次0になっても周りにいろんな人がいてくれる状態がいいなと思います。
しみじみ。まあまあその話はいいや。一旦でも自分の欲求というか自分が食わないと周りを乱すってことはできないので、そんな低い次元はさっさとクリアしてほしいんですよ、僕の読者さんだったりとかフォロワーさんにはね。その辺のね、ちゃっちゃと自分の欲求を叶えるぐらいのスキルは身につけようねって話は LINE マガジンの方でしてるんで、そちらの方チェックしてみてください。概要欄から登録することができます。ということで今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後に1分だけお時間をください。概要欄から個人がゼロから結果を出すタコユウキの人生を好転させる LINE マガジンにぜひご登録ください。最初に言っときますが、この LINE マガジンでは商品をセールすることはありません。僕はですね、自分の利益ばかりを考えてみんなから奪い取ってやろう、お金を稼いでやろうって思ってるインフルエンサーに嫌気がさしています。商品を何も売らない、あなたの人生を変えることだけを約束し、価値提供に徹する LINE マガジンを作りました。このマガジンに登録してコラムを読み進めていただければ、売上、利益、時間的自由ができるのはもちろん、さらにその上の、あ、なんかすごい人生変わったな、なんか人間関係とかも良くなったなっていうような体験をお届けすることをお約束します。まあね、この LINE 正直かなりお金かかってます。要は LINE っていうのは配信するのお金かかったので、いつ配信終了するかわからないので、ぜひ今のうちに登録していただければなと思っております。それでは概要欄からお待ちしております。